はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、ですね、はい、前回ですね、はい、えいしんくんが、ギターを習い始めて3ヶ月ということで動画を撮ってからですね、まただいたい3ヶ月が経ちましたので、はい、えいしんくんの成長をですね、ちょっとここでまた見ていただこうかと。はい、今回ですね、2曲披露してくださるんでしょ。はい、ドラゴンクエストのオープニングの曲と、うん、カエルの歌。カエルの歌ね。じゃあまずどっちからします？ドラゴンクエスト。ドラゴンクエスト。ドラゴンクエストから。はい、じゃあ、お願いします。はい。はい、ゆっくりだったな。はい、お願いします。はい。じゃあドラゴンクエストいきます。はい。練習でもこんなに完璧にできたことなかった、ね、じゃあ次はカエルの歌。カエルの歌をよろしくお願いします。はい、じゃあもう一回、はい、あ、それまた、はい、お願いします。はい、じゃあいきます。はい、せーカエルの歌。はい、カエルの歌だ、失敗した、うん、ちょっと失敗した。ほんのちょぴっとだけ。あ、今のは歌入りでしたね。はい、はい、でもずいぶん前に比べたらできるようになったと思う。パパは、はい、パパは思うけど皆さんどう思うかわかんないですね、うん、これで習い始めて半年ってことだね、うん、で、ドラクエと、カエルの歌は前回の課題曲だったんだよね、うん、で今はまた別の課題曲やってるでしょ、うん、ゴーストなんでしょ。ワイラー思う夢にワイラーあり、あれがすごく難しい。ゴーストのあのオープニングのね、うん、曲を今やってて、それがすごい難しいらしいんで、うん、じゃあこのまた3ヶ月がそれが披露できるといいかな。うん、ちょっと難しそうだけどね、うん、まあ、でも3ヶ月時間があるから、またその間にね、課題曲がどんどん入れ替わるかもしれないけど、うん、それとね、3ヶ月経ったら披露しましょうか。はい。はい、ということで今回はえいしんくんがギターを習い始めて6ヶ月ということで、また、2回目の披露でしたね。はい、はい、いかがでしたでしょうか。はい、はい、あ、じゃあ最後の方の例しますね。はい、じゃあはい、はい、お疲れ様でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか、はい、えいしんくんを成長したじゃんと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと、はい、YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、はい、ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。えいしんくんの、はい、お、やったねとかかっこいいとか、そういうコメントもいただけると全部伝えてるからね、はい、うん、いただけると大変嬉しいですね、はい、それとマイチャンネルは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますのでぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。